ズバリですけど、新潮先生の氏名を発表します。新潮ビヨン医師学科学生整形外科専門医、新潮先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、新潮に関すること配信していきたいと思います。新潮動画フェイクトチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日はですね、新潮先生の氏名についてお話しさせてくださいということで、氏名何でしょうねということで、皆さんの氏名って何ですかということで、なかなかですね、氏名がある人って世の中すごく少ないなというふうに思います。というか、もうほとんどの人が、氏名というのはないままですね、生を終えるということが多いんじゃないかなというふうに思いますし、私自身もですね、数年前まではそういった使命っていうのは特に感じずに生きていたっていうところが言えるかもしれません。まあ、ただそれがですね、まあ、だんだん、私今39歳ですけど、まあ、年齢を重ねていくうちにですね、まあ、やっぱり自分が何をすべきなのかってだんだん明確に見えてきているっていうところが、実情だと思います。で、その中で、まあ、新潮先生のってことで、まあ、私は田辺優っていう人間なんだけど、その中の一つのキャラクターというか、まあ、その役職というか、まあ、そういったのが新潮先生というものだと思うんだけども、その新潮先生の役割というか、使命について今日は説明させてください。結論から言うと、私はこれからね、まあ、死ぬまでですね、新潮治療に没頭するっていうのがまず第一点でしょうってことですね。それとしてどんなことを今私が考えているのかってことを説明させてください。で、現状として私の、まあ、功績っていう言い方するとちょっとおこがましいんだけども、何をしてきたかっていうと、まずはそういう病気じゃないんだけど身長伸ばしたいという気持ちに応えようとした多分日本で初めての医者、もしくは世界で初めての医者っていうところがまず私の、まあ、功績じゃないんだけど、だけど決意したことがやっぱり一番最大の功績というか、私が能力が高いとか低いとかではなくて、そこを決意したってことが一番大きいと。で、それに対してなんだけど、細かく言うと、子供の時点で意外と最終的に何歳じゃないか予測できるよっていうのが世の中とまだ知られ渡ってないじゃないですか。なんでこれから私はそういったのをまず広めていく作業が必要でしょうというふうに考えてます。で、それは私は今身長ドックっていう形で広めていこうかなというふうに思ってますね。で、まさに健康診断を皆さんがね、当たり前のように受けるようにして、皆さんの、まあ、お子様とかご自身です、もう子供自身がですね、自分が最終的に何歳じゃないかをもう半分メンテナンスみたいなもので1年に1回必ず受けるじゃないけども、まあ、そういったのもやっていくっていうのをもう定番にしていくというか、で、そういったことを皆さん広めていく。私は具体的に2044年までに1000万人大体小中学生いるんですけど、そのうちの 70% の人でそういったものが広められたらいいんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、そういったのが私の一つの使命と。で、あともう一つの使命というか、他の使命に関して言うと、身長を伸ばすための知識もですね、まあ、ある意味 100% の人っていうふうに言いたいんだけど、まあ、70% の人広めたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。例えば身長を伸ばすための知識というか、まあ、今回ね、本とかも出しさせていただいたりとか、 YouTube それこそたくさん情報を発信してますけども、こういった知識っていうのは本当に皆さんにとって、私には知って本当にみんな損がないとか、そういうふうな知識だと思ってますので、まあ、こういったのをしっかり広めていくということで、それから身長塾っていうコンテンツでね、今後で広めていこうかなというふうに思ってるんですけど、それで身長塾の展開だったりとか、身長ドックですね、そういったようなのをやっていくと。で、それに対してなんだけど、サプリメントですね。サプリメント今のところ院内だけでの、販売になってますけど、それも院外まで広げられるようにしてたりだとか、あとはもうそれこそ成長ホルモン治療ですね。70% の人に最終予測だったりだとか、そういった知識を広めていくってことをやっていきながら、10% から 20% の人にそういった栄養補充療法を行っていく。まあ、それ院内とか院外含めてだけど、まあ、全国とか、ね、まあ、そういうこと世界に足を伸ばしていきたいですけども、そして 1% の人ね、全体の 1% ね、例えば100万人いたら1万人だから、1000万人で10万人ぐらいかな、10万人とか成長ホルモンを、検討し、そして受けていくっていうような感じの流れになっていくっていうのが、おそらく私のゴールになっていくんじゃないかなと思うんで、私ね、今ね、今回使命というふうに説明させていただきましたけど、これが約20年間かけてね、そういったことをやっていきたいと思っておりますので、まあ、私ね、こういうふうに一緒にね、そういったことミッションをね、達成していきたい、応援してくださるという方ですね、ぜひ、ね、一緒に働いてくださればと思ってこの動画を撮っております。はい、ということで、まあ、今後の精神調理関することで、ね、全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。新潮の話し上げのチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。